皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、 CIO さんから先日新しくね発売されたものが届きましたのでご紹介していきたいと思います。それがねこちら、 CIO さんのディスプレイ付きのシリコンケーブルですね。長さが2メートルのタイプのものです。でこちらがね Amazon での商品ページになりますけれども、今まで売られていたものが1メートルの長さまでだったんですよね。で今回ね同じ製品なんですけれども、長さが2メートルのものが登場しました。で先にねお値段の方触れておくと2180円となっております。で CIO さんのケーブルというと、今日ご紹介するケーブルの他に今までですね、こちらですね、 L 字タイプのディスプレイ付きの、さらにですねここがマグネットになっているタイプのもの、これはね50センチのものなんですが、あとですねこれですね、よいしょ、ケーブル自体はね15センチの非常に短いものなんですが、こちらのねカラビナ付きのケーブルホルダー、これと一緒に使うことによってすごくね持ち運びが便利になるというものですよね。こういったものを紹介してきました。でただねこれ2つともですね、こちらは15センチですし、こちらはね50センチということで短いものだったんですけれども、今回は2メートルということで、このね長さがあるがゆえに便利な使い方多分ねあると思うんですよ。そういったところもねいろいろ試してみてお伝えしていきたいと思います。それではねまずは開封していきたいと思います。はい、では CIO さんのシリコンケーブル開封していきたいと思います。はい、ではオープン。じゃじゃーん。おお。同梱物としては、こちらワクワクを広げようというプロジェクトですね。これね面白い企画で、ツイッター現在の X ですよね。それからインスタグラム、TikTok なんかで CIO 製品をハッシュタグ CIO、それとハッシュタグワクワクをつけて投稿するわけですよね。そうするとその投稿者の中から毎月抽選で CIO 製品をねプレゼントするという企画なんですよね。でそのねプレゼントの抽選なんかもね先日 YouTube でやっておりましたけれども、これねぜひ皆さんね参加していただけたらと思います。そしてあとね製品保証1年自動延長する案内ですね。はい、で最後にこれがね取説なんですが、CIO さんね、日本のメーカーさんですので、当然、日本語に対応してくれておりますし、これ背面はね、英語なんですよね。はい。英語圏の方も安心して使えると思います。で、もうすでにね、製品見えてるんですが、お、もうこの段階で2メートルだなっていうの分かりますね。長い。なるほど。はい。では、取り出していきましょう。じゃーん。まずですね、もう手触りがいいんですよね。このサラサラとした手触りなんですが、まあ基本的なところからいきましょう。今回ね、C2C の USB ケーブルになります。そして、コネクタの根元、CIO のロゴが入っていますが、片一方はこういうふうに、ね、黒くなっておりまして、これがね、ディスプレイになっております。後でね、もちろんお見せするんですが、ワット数がね、表示されます。この後ね、いろいろと充電実験とかしてみようと思ってるんですが、ご使用になる前にね、ちょっと注意点なんですけれども、これね、ディスプレイを保護するためのフィルムが貼られてるんですよね。で、以前ね、僕こちらの L 字のマグネットタイプのもの、もうすでに使ってきているんですが、その時ね、びっくりしたのがね、すぐにね、このディスプレイに傷が入ったんですよ。だけどその後ね、使っているうちに気がついたんですね。フィルムが貼りっぱなしだったんですよね。で、フィルムを剥がしてから必ずね、使ってください。フィルムの下、本当のね、ディスプレイは非常に硬い素材でできていて、そう簡単にね、傷は入らないというふうになっております。はい。で、これを剥がしますが、はい。これを必ず剥がしてください。はい。ということでね、今からいろいろと使ってみたいと思いますので、後半でね、その使用感とお伝えしていきたいと思います。はい。ということでね、開封シーン見ていただきましたけれども、あれからですね、いろいろあって約ね、1ヶ月以上ほど経ってしまいました。まあ逆にね、その分いろいろなシーンでこのケーブルね、使うことができたので、後でね、使ってみての感想をお伝えしていきたいと思います。で、まずはね、その前に、諸データ、それから機能、特徴面なんかをね、紹介していきたいと思います。はい、諸データね、細かいところ、こちらにね、表示している通りで、
ご覧いただきたいんですけれども、主なところをね、ちょっと触れておきます。長さは2メートルですね。で、重量の方が、はい、実測で約 65.4g、5g ぐらいですかね。で、コネクタのね、形状に関しては、見ていただいているストレートタイプと、こういうね、L 字タイプがあります。カラーバリエーションはホワイトの他に、ブラック、そしてパープルですね。3色展開。対応ワット数は最大 100W。データ転送速度は最大 480Mbps。で、映像出力には非対応です。で、その他ね、細かいところはご覧の通りです。はい、次にね、主な機能と特徴について触れておきます。まずね、対応ワット数ですが、100W 対応しております。ですので、お使いのですね、デジタルデバイスであれば、ほぼ全てのものをカバーできるんじゃないかなと思います。MacBook Pro とかですね、給電のワット数の高いものも 100W ありますので、十分ね、対応できますよね。充電関係に関しては、大は小を兼ねるという考えが生きてきますので、ワット数ね、高いものを持っておくと、まあ安心ですよね。はい、二つ目、データ転送に関して。こちらはですね、最大 480Mbps となっています。まあ、諸データのところでね、USB2.0 と書いておきましたけれども、iPhone お使いの方であれば、ライトニングとね、同じだというふうに考えてください。で、このスピードですね、結構遅いんですよ。もう今となってはかなりね、遅いと言わざるを得ないスピードなんですよね。今ね、主流になりつつあるのが、5Gbps とか 10Gbps の速度なんですよね。で、それと比べるとどれぐらい遅いのか、ちょっとね、実験しましたので、ご覧いただきたいと思います。で、実験に使ったのがね、キングストンの外付けの SSD なんですけれども、こちらをね、MacBook Air に付属のね、ケーブルで接続すると、ご覧の通りですね、935Mbps というスピードが出るんですよね。で、次にね、視野予算のケーブルを使って MacBook Air と繋いでみた場合には、はい、ご覧の通りですね、40Mbps しか出ないんですよ。まあ、これはね、もう当然のことかなと思うんですけれども、もう今現在ね、主流になりつつあるデータ転送速度と比べるとかなりね、遅いと言わざるを得ません。で、また映像出力にね、非対応ということなんですよね。今ね、PC、それから iPad なんかもそうですが、USB-C2C のケーブルを使って大きなモニターにね、出力して使ってるという方、たくさんいらっしゃると思うんですが、そういった用途にね、使えないんですよ。これもちょっと実験しましたのでご覧ください。はい、ちょっとね、逆光で見えにくいかもしれませんが、今ね、iPad mini がここにあります。で、これね、映像出力に対応しているケーブルなんですが、はい、こういうふうにね、iPad mini の映像が出力されてますよね。で、次にこちらですね、視野予算のケーブル。はい、こちらをつないでやりますけれども、はい、反応がないですよね。画面のね、データが出力されておりません。はい、こんなふうにね、コネクタがつながっているというのは認識できているんですけれども、こちらのモニターね、データがいっていないので、全くね、反応がありません。はい、ということでね、対応ワット数が 100W ということで、この点はね、安心なんですけれども、データ転送のスピードが遅いですし、映像出力にね、対応していないということなので、まあ、実際のところこのケーブルに関しては充電用ということで使っていただけたらと思います。で、あとこのケーブルの特徴として、素材がね、シリコンでできている。これもね、大きな特徴の一つですよね。で、とにかくね、手触りがこう柔らかいのと、あとね、シリコンの特徴はこういうふうにぐちゃ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 しても絡まらないんですよ。パラパラっとほどけてしまいます。で、最初ね、後半シーンを撮り始めた時に、こんな感じでですね、何度も何度も折り曲げて、こういうバンドでね、止めるということをやっていましたけれども、普通のケーブルだと、こういうまとめ方をすると、ほどいた時にね、この曲げ癖がついて、なかなかね、うまく伸びてくれないっていうことがあるんですが、シリコンの場合は、まあ、曲げ癖はね、つかなくはないんですけれども、はい、こうやって伸ばしてやると、もうこれでね、使えるんですよね。多少癖は残っていますけれども、これがね、絡まるということはないんですよ。これがね、すごくいいですよね。はい、あとね、このケーブルの特徴、大きなものとしてディスプレイがあります。はい、今ね、カメラのフレームレートの関係でチラチラして映っていると思いますが、これね、肉眼では全くちらつきはありません。
で、ちょっと見えにくいかもしれませんが、今 iPhone を 15W 前後でね、充電しているんですけれども、このディスプレイで充電している W 数をね、表示してくれます。で、他のメーカーのものもね、使ったことはあるんですけれども、文字がね、すごく明るくて見やすいんですよ。で、この機能に関しては別に普通の方ね、なくても困らないと思います。まあ、ここに W 数を表示しなくても、iPhone の場合だとね、ここにバッテリーね、どれぐらい充電できてるかっていうのは映りますので、困ることはないんですけれども、例えばこれね、M1 の MacBook Air なんですが、これはですね、充電する時のインジケーターがないんですよね。なので、充電中、外から見た場合に、一体どれぐらい充電しているのか、あるいは充電が終わったのかっていうのが全くわかりません。で、こういったデバイスの場合は、W 数を表示してくれるの、すごくね、ありがたいんですよね。今、10W 前後で充電していますけれども、これはもう結構バッテリー充電できてますよっていうことがわかるわけですよ。バッテリー残量が少ないときは、ここの表示 45W ぐらい表示しますので、あ、今 8W ぐらいですけれども、そろそろ充電終わりそうだなっていうのがわかるわけですよ。はい、実際ね、ご覧の通り 97% までね、もう充電できてるんですよね。パッとね、見た瞬間、そのデバイスが、あ、充電もうそろそろ終わるのかなとか、まだまだ時間かかるのかなとか、あるいはまあ充電終わったなというようなことがわかる。これがね、大きなメリットだと思います。はい、ということでね、ここまで CIO さんの柔らかいシリコンケーブルのディスプレイ付き2メートルのモデルですね。こちらの機能とか特徴を紹介してきましたけれども、最後にですね、1ヶ月以上このケーブル使ってみて良かった点ですね。紹介していきたいと思います。でね、このケーブル使ってみてね、もうとにかく2メートルという長さの利点ですよ。もうメリットとしてはそこに尽きると思います。で、じゃあ2メートルあると一体どんな時に便利なのかっていうところなんですけれども、まず一つ目、例えばですね、デバイスを充電しながら使わないといけない時、そういう時にね、メリット一番感じました。で、先日ね、ちょっと旅行行ったんですけれども、その時に同じく CIO さんのこちらですね、ポラリスキューブビルトインケーブル、これをね持って行ったんですけれども、まあこれはですね、電源タップなわけですよ。で、短いながらこういう風にコンセントのケーブルがついていますので、壁コンセントにこれを挿して、で、あとね、 USB 充電器としても使えますので、ここにこのケーブルをつないで iPad をね充電してたんですよ。はい、こういう感じですよね。で、僕は畳の上で iPad で動画を見ながらゴロゴロしていたわけなんですよね。で、その時にですね、ゴロゴロしてる時って寝返り打ったりですね、上向いてこうやって見たりとかですね、下向きになってこういう風に見たりとか、いろんな体勢で見るわけなんですけれども、ゴロゴロ転がりながらね、2メートルあれば使えるんですよ。で、これがね、例えば1メーターとか短いケーブルだと、この挿している大元のところですね、ここからそうそう離れられないわけですよ。これだけケーブルに余裕があると、コンセントの差し込み口から離れて好きなように寝返りを打ちつつ iPad でね、いろいろ楽しむことができるんですよね。またね、この2メートルという長さはこういうデスク上でもね、生きてきます。こういったね、デスク上でも何かデバイスを充電しながら使わないといけないっていう時ありますよね。例えばね、先日作業中にですね、こちらマウスのね、バッテリーが切れたんですよ。まあよくあると思うんですけれども、で、その時にですね、これ便利だったんですよ。つないでやりますよね。で、このままね、使うわけなんですが、このデスクね、こんな風な配置になってるんですよね。まあこの辺りが僕のね、一番の作業スペースであるんですが、充電に関してはですね、一番端っこ、あそこにね、エレコムさんの電源タップと、あとね、 CIO さんのポラリスキューブウォールをね、組み合わせて、まあこのね、机の端っこあたりを充電ステーション的に使っております。で、ただね、ケーブル2メートルありますので、ずーっと引っ張ってきて、はい、ここですよね、一番のこの作業スペース、マウスにケーブルつないで、まあこういう風に使ってもですね、使えるわけなんですよ。ほら、まだケーブル余裕があります。これすごくないですか。で、実は僕は今までですね、持ち運びのことを優先して、こういった USB-C2C のケーブル、短いものへ短いものへっていう風に買い替えてきたんですよね。なので今ね、充電ステーション的に机の端っこのあたり使ってますよっていう風に言いましたが、例えばね、同じく CIO さんのこれですよね、マグネット式のシリコンケーブル、これこういう風に
外れたりするのでマグセーフ的に使えるということで M1 MacBook Air 専用的に使ってるんですけれども、これがですね50センチだったかな、なのでもうここまでしか伸ばせないんですよね。でこれがですね2メートルあれば当然この辺りの作業エリアでも使えるわけですよ。でここからはねちょっとデメリットも含めてお話したいと思うんですが、2メートルあると確かにねデメリットもあります。例えばね持ち運ぼうとした時にこういうふうにですねケーブルをまとめるのに結構ね手間がかかったりしますよ。でまたそんなにね重たいものではないとはいえやっぱりね短いケーブルと比べると重量の方はねやっぱりかさみますよね。まあそういったデメリットはもちろんあるんですけれども、今回ね2メートルのケーブル使ってみてデメリットを上回る使い勝手の良さ、これもねあるなっていうふうにね思いました。まあ長さゆえのねメリットとデメリットっていうのはトレードオフの関係にありますので、例えばねデスク周りでもう外に持ち出さずに使いますよというのであれば2メートルとか、あるいは持ち出し用には短いものを揃えるとというようにね組み合わせて今後ね使っていこうかなというふうに思うようになりました。まあ使用環境とか使用用途っていうのは人それぞれなので、あくまでもねご自分の使用環境使用目的にどの長さのケーブルが一番合ってるかなというのをね考えた上で選択していただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね CIO さんからレビュー用に提供していただいた液晶ディスプレイ搭載の柔らかいシリコンケーブル2メートルのモデルを紹介しました。で最後にねもう一つだけ紹介しておきたいと思うんですけれども、このケーブルね、まあ、弱点としてはデータ転送が遅いのと、あとね映像出力に対応していないということだったんですよね。でそういったものに対応しているモデルが CIO さんのねケーブルの中であります。今日ねご紹介したのがこちらのケーブルになるんですけれども、もしね高速データ転送とか映像出力がね必要な方にはこちらのねケーブルがありますよというのを紹介しておきますね。同じく CIO さんのシリコンケーブルなんですが 240W 対応でデータ転送速度が 20Gbps、 そして 4K 映像出力に対応しています。まあ、ただねこれ長さが 1m なんですよ。 2m のモデルはありません。ちょっとねそこだけ引っかかるんですけれども、こういったタイプのケーブルもありますよということをお伝えしておきます。この動画が参考になったよという方は応援の意味を込めて高評価押していただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、ぜひねチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。